今回は、東北二輪会雪高み。こちらにお邪魔してきたよ。去年も来たけど、今年も開催だぜ。ミーティングとは違い、排気量や車種は関係ないので、いろんなバイクが拝めます。珍しいバイクがゴロゴロ。メイン会場はここではなく、ただの駐車場なんだけど、実質メイン会場です。せっかくなのでちょっと拝見。それにしてもかなりの数が来てます。ここだけでも300台以上はいそう。やっぱり皆さん見学しちゃうよね。原付から大型まで、まんべんなく来てました。ヴィンテージバイクもちらほら。臨時ミーティングみたいな、そんな場面も多かったようです。ステッカーだらけのバイク。いた車の部類でいいのかな？そんな隣には、こちらもバリバリのカスタム車。それぞれ方向性は違いますが、こういうのが見れるのも楽しいですね。駐車場中央あたりです。多いな。東北だと人によっては、年内ラストランです。無事で、遠方の方もかなりいたので、イベントへの参加を、楽しみにしていたに違いない。トランポ勢もたくさんいました。先頭からそこそこ進んだ場所。眼福ですな。晴天だったのも良かったです。最近大雨が多かったので、天候が心配でした。そして入り口付近、駐車場が満車になりそうです。こちらがメイン会場。早速トークイベントが聞こえます。10時開催で時刻は11時。この後の方が人が増えてました。愛車自慢コンテストかな？エントリー車両が並びます。ちなみに今年は、アドベンチャーとストファイがメインだそうです。去年は原付でした。毎年カテゴリーを決めて、その車種をメインにコンテストを開くようです。スクーターってジャンルなんぞ？いかにもアドベンチャーって感じ。ここら辺は旅バイクっぽいですね。プレデターがおる。なおこちらのバイクは、シート高が腹近くまであります。自分の場合、転倒する未来しかありません。ちょうどトークイベント中でした。岩手のラジオ DJ の方と、漫画家の園田つくしさんです。出店も結構あって、キッチンカーも数台来てました。宮城県などから、かなり有名なお店が来てたみたい。お腹空いてなくて買わなかった。最後のスペースは、アドベンチャーとストファイ用駐車場らしいです。ぶっちゃけ結構適当でした。こちらも物販ゾーン。午前中と早え、快晴の日差しが強くなり始め、すでに暑くなってきた。夏用ジャケットどころか、半袖ですら暑い。涼しい格好をしたいところ。協賛も増えた。増えれば増えるほど盛り上がる。どんどん増えてほしい。先ほどチラ見したコンテストバイク。完成度の高さから、250くらいかと思ってたら、原付だった。お前のような原付がおるか。コンプリートレーサーみたい。これはストファイかな？アドベンチャーという顔でもないし。なおストリートファイターは、ストリート向けのスポーツバイク、だそうです。暑くてミストシャワーが出ている、休憩場所で一休み。長居しすぎて、びちょびちょになった。頭びっしょりになったのは、しばらく気づかなかったため、カッパみたいだっただろう。スタント的なこともやっていた。ウィリー走行がうまかった。しばらくしたらステージ前で、一本橋が始まった。なぜか戦場カメラマンのように、こそこそ取りに行く投稿者。先ほどのプレデターの方が挑戦。自転車の方が漕ぐ分難しそう。なんでもいいけど、アニメのオープニングばりに、快晴。
8位。ちょっと涼みたくて。イベント会場の裏側、平道。遊覧船みたいなのがある。ここはイベントと関係なく、もともとの施設だよ。魚も見えるので釣りも行けそう。参加は飛び込みだったのかな？だんだん人だかりができてた。自転車自体の難易度が高そう。時間帯によっても用紙はいろいろ。15時までのイベントなのでのんびりできますね。会場から一旦離れて公園自体を拝見。でっか。これは常時展示の車両。多分カブ。ごつくなっちゃって。もはや壁。雪をかき分けるラッセルかな？これが無料でいつでも見れる。好きな方にはたまらんかもね。車輪もでかくて、人の背丈に近い。駐車場にまた戻ってきた。メイン会場に負けない駐車場。バイクの展示会のようだね。スーパーカブも結構いたよ。勝敗企業者も気軽に参加できるのは、ありがたいね。ゴリゴリカスタムのフォーミニも、結構捨てました。綺麗な遊勢？ベースはカブかな。普通にいるけど多分2台とも希少車。鉄スクはちょっとしたミーティングかな？と思えるくらいいた。ゆびー。優勢はどのメーカーの車両か。話はそれからだ状態。絶望的絵面。駐車場でバイクを見てる方が、長かったかもしれん。同じ仲間というか、チームの人たちで来ている人が、多かった印象。服装が統一されているから、すぐわかるけど。確かに株とかで、服装まで揃えている人たちは、あまり見たことがないね。服装は自由でお越しください。という面接の罠みたいなのが、株乗りにはためされるのだ。ほいじゃ帰りますか。イベントの最後も気になりますが。暑いんで帰ります。こういうイベントは、がっつり参加するのもいいし、飯を目的に来るのもいいし、雰囲気を味わうのもあり、何よりこのイベントの場所に、バイクで走って向かうのが、最大のイベントかもしれません。ええこと言ったわ。近所目的なくプラプラするのも楽しいけど、目的地を決めて走るのもいいんよね。つまり走れれば満足する。バイク乗りっていつもそう。バイクのことなんだと思ってるん、乗らせろ。今回は2回目の開催となる、東北二輪会でした。次回はどのジャンルが、メインになるのかな？ SSVS ネイキッドとかな？そろそろ冬支度です。乗るにしても防寒が必要ですね。日中はまだメッシュジャケットで行ける。山を走るとき薄着はご注意です。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。